令和4年11月15日から16日、種子島の南種子町島間港で、衛星フェアリングの深夜陸送が行われました。その様子を紹介しましょう。県道588号線から撮影した22時40分頃の島間港です。ナトリウム灯に照らされて、中央にフェアリングコンテナを積載したトレーラーが見えています。島間港出発は11月16日午前0時です。待機状態を紹介しましょう。なお、後方のトレーラーには補助機材、衛星搭載アダプタなどを積載しています。フェアリングコンテナを積載した仮称海運の大型トレーラーです。出発1時間6分前です。24時、島間港を出発しました。国道58号線を上り、そして上中交差点を通過して、県道586号線を下り、種子島宇宙センターまで陸送されます。
25時13分頃の神中交差点です。島間港を出発して1時間以上が経過しています。回転式の信号機を作業員がロープで引っ張り、90度回転させて通行できるようにしています。その操作が始まりました。25時15分ごろ、神中交差点を通過しました。トレーラーの通過が終わると、信号機を回転させて元の位置に戻しました。フェアリングの陸送をご覧いただきました。令和4年最後の陸送となりました。なお、種子島宇宙センターには3機のロケットがあることになります。
大変珍しいことです。今後の打ち上げが楽しみですね。では、神中交差点からお別れです。またお会いしましょう。